So as you know, all this happened when operator pushed the shutdown button of reactor number 4, and the reactor exploded. And operators were accused of safety rules violation. その要するにシャットダウン停止ボタンを押した後にどうなったかっていうことなんだけども、それを押した時にその人、その押した運転員っていうのはそれをその 何かに違反したという意識は全くなかったということですね。でそれでもこういうことが起きたということです。And reactor staff was accused of this violation of safety rules and they were sentenced to years in prison and served these sentences.But they insisted that the problem was not with the violation, but with the reactor itself. これ書いてある通りなんですけども、設計に問題があったということですね。で、マニュアル上はそういうことは何も書かれてなかったということ。But of course, I will not try to answer the question who is in reality guilty. I will try to describe what happened after this accident in the next 13 years.次の30年間で、あとその結果がどういうふうになったかということを新潟は今、ひどいもんです。ものすごい、これ、除染という名の、私、正直言ったら環境破壊だと言います。もうね、人口6000人の村に、毎日毎日6000人か7000人の作業員が入って、それも2年も3年もやって、これで何してるってこの風景です。本当に涙出るようなもんですけども、これ、ね、これで伊達村は、来年の春、クリーンや村の方針は、これで帰れという方針で、今動いてるようです。で、結局、これ、いうのや、こだまですよね。これはプレコンパックというのを積んだカリカリ置き場、これ別にカリ置き場という、これその次にひどいのが中間貯蔵施設、中間貯蔵施設だから30年でどっか持っていきます。地元に行って聞いても誰も信じてないですよ。このカリカリ置き場さえいつまで残るかわからない。すでに5年が経とうとしています。あの日の夜に原子力緊急事態宣言というのが発令されたのです。そして今は緊急事態だから日本の法律を守らなくてもいいということになりまして、一般人には1年間に1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはいけないという法律があるにもかかわらず、その法律が福島に関しては適用しないでいいというようなことになってしまっているわけです。そして皆さんお気づきでない方もたくさんいて、私は不思議なのですが、いまだにその原子力緊急事態宣言は解除されていないのです。つまり日本というこの国は緊急事態宣言下にあるという非常に異常な国なわけです。緊急事態というのであれば、それをとにかく解除できるようにするというのが国の責任だと私は思います。その解除するまで何日間かかかった、あるいは一月かかってしまったというならまだ緊急事態ということはあり得るのかなと思いますが、5年経った今も解除できないままである。そして今日の今永さんの報告を聞いても分かっていただけると思いますけれども、これから何十年経っても解除できないんです。日本というこの国は緊急事態を何十年間も続けようというそういう国であったわけです。そしてその国を今支配している安倍さん自由民主党という党があるわけですけれども、彼らは経済最優先だと言って、ただただ金儲けに走るというそういう国に今なってしまっています。